もこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車はフランスティア8プレミアムミディアムタンク、ブーラスク、隠蔽マシマシ仕様でございます。マップはカレリア、北東スタート。カレリアの強ポジションといえば、南東の丘と、お互いの陣地周りっていう、いわゆる高所ポジションが強いんですけどね。南東の丘には行かず、北西の初動偵察スポットを狙いに行こうかなと。南東の丘は強いんだけど、初動で行くとゼロ距離殴り合いが起こりやすいからね。得意の高隠蔽も行かせないし、2発ローダーのブーラスクは2連射した後隙ができちゃうからね。至近距離戦はなるべく避けたいのが、北西に向かう理由の一つではあるんだけど。南東の丘は確かに強ポジションなんだけど、結局カレリアって、お互いの陣地周りも高所にあって、待ち伏せされるとかなり厳しいポジションなんだよね。でよくあるのが、南東の丘を取ったーってなったけど、偵察をしてくれる車両がいなくて、そのまま試合が停滞しちゃうだとか、一点攻めだけしていって味方が全滅しちゃうだとか、要は偵察してくれる車両がいないと、結局自利品になりやすいマップなんだよね。あ、初期偵察ポジション到着です。私としては、いや私の乗る隠蔽マシマシブーラスクとしては、丘を取られたとしても、北回りのアドバンテージは取っておきつつ、視界と隠蔽を武器に戦線を崩していきたいところなんだよね。交戦距離が取れる北戦線を確保することが、後半戦に繋がるって感じかな。これは過去に番外編で投稿した、レオパルト1の試合がすっごくわかりやすいと思うから、興味があったら見てもらえたらと思います。南東の丘は取られてしまったか。車両数割いてなかったり機動力の関係から、こうなるのは目に見えていたんだけどね。それと敵の軽戦車ががっつり攻め込んできたな。味方のミニエルクは暴れていないみたいだし、後方には正体仲間の駆逐戦車も置いていてくれてるし、あの軽戦車は仲間に任せよう。てかこれ、もしかして敵の戦車さんたち、北西には一両も来ていないって感じですかね。あのブーラスクがせいぜいかな、それならチャンスがあったらあれは撃っちゃおっと。東側は味方が抑えに多く回ってくれてるし、簡単には取られないだろう。中央の湿地帯はミニエルクが入ってくれてるけど、南東の丘を取られている以上、敵にアドバンテージが生まれてしまっているから、あそこに手を出すのは後回しだな。一撃離脱と、スポット切れるまで身を潜めましてっと。よし、スポットが切れる頃だな。今のうちに北西の安全確認をしに行きますかね。中央湿地帯の軽戦車とブーラスクさえ潰せれば、敵に南東の丘を取られたディスアドバンテージをチャラにできるから、あそこはなんとか味方に頑張ってもらいたいところ。敵は南東の丘に車両数を割きすぎてるのが悪手だからね。今のうちに北西を取り切って、次の手に出たいところだけど。おっと、軽戦車は相殺したか。まあよくやってくれた、後の偵察は私に任せてくれ。あの敵のブーラスクを倒せれば、視界のアドバンテージはこっちのものだけど。さてこの辺りからなら敵陣地の車両が見えてくるかな？おいたいた。って言っても味方も味方で北に車両を割いてないからなぁ。あれを撃てる味方って自走砲くんくらいだからね。私が手出していくしかないか。一撃しか入らなかったか。今の交戦距離なら視界と隠蔽マシマシのブーラスクで視界勝ちできる距離だけど、これ以上近づいたら隠蔽率の高さが活かせなくなるからなぁ。あれ以上詰めるのは現状無理だとして。やっぱり中央にいた敵のブーラスクを先に潰すか、北西に応援の車両を呼び寄せないと、ここから先を展開できないな。この場合敵のブーラスクがどこに張り直したかわからないから、ブーラスクの対応していかないといけなさそうだな。一旦さっきの位置に戻ってみるか。味方のウォーマルテープー君が北西を防衛しててくれてるし、その間にブーラスクを見つけられたらいい感じだけど。まあでもさすがに同じところいつまでもうろうろしちゃいないか。中央の湿地に近づいちゃうと、南東の丘から一方的に撃たれ放題になっちゃうし、これは北西に車両割きつつ、敵に圧をかけていく攻め方の方がいいかな。適当にうろうろ動いてもバレないし、敵のブーラスクがさっきの位置で網を張っているって可能性は低そうだな。湿地からこっちの陣地側に近づいてきてたりしてそうだ。それなら後方の駆逐戦車さんのうちのどっちか、北西の応援に来てくれませんか。あ、それじゃ自分が行きますかね。よしよし、それじゃあルーデルさんが到着するまで北西で待機してるんでお越しくだせい。北西に構えてくれたら、私が敵陣の偵察に回りますんで。了解、少し遅い足回りなんで気長に待っててくれ。あいよ、この辺りで見張ってますかね。むむ？当
ちょっと待ってゴーマルテープー君、いやさすがに2両しかいなくて南東の丘も中央の湿地も取られてるのに進軍はダメだって。さすがに状況不利にも程があるってば。進軍は NG だぜよ。ああもう撃たれてるし勝ち目がないってば。さすがに仕方ない。ゴーマルテープー君の突貫を無駄に使わないように、もう少し前に出て敵の発見と狙撃を狙うかって思ったら、テープー君が見つけてくれてるし、君の突貫は無駄にはしないぜ。危ねえ、無駄にするところだった。ほらやっぱあれだけ敵が待ち伏せしてるじゃんよねえ。さっきまで見えていなかった車両は大概あの辺りに隠れてるって予期できてたからさ、攻めるなら多角的に慎重に囲んでいかないとだよ。もう少し応援を待ってくれてたらなぁ。私が偵察に入ってあげたのにな。せっかちなやつなんだからもう。まあこういうのもランダム戦の醍醐味だから楽しめてるけども、これ自分は行かない方がいいか、下がっておく。いやいやここを捨ててしまうと全ポジションを敵に明け渡す形になっちゃうんで、北西は捨てられないかな。私のところにルーデルさんが代わりに入ってくれたら、その間に自分が偵察に回るんで。オッケー、それなら向かおう。そろそろ到着かな。こっちのゴーマルテープーがやられたことで、中央の敵にも動きが出てきそうな気がするから、なるべく早急に次の対応に動きますかね。動きっていうかどういう？もし私が敵の立場だったらこの場面、南東の丘は取れてて、中央はブーラスクが確保してくれてるってわけだから、中央から駆逐戦車だとか中戦車だとかで攻めていくと思うんだよね。つまりスタイルさんは中央の偵察に入るってことか？中央を遠巻きに偵察してみるつもりだね。中央の湿地まで入ってしまうと、バレた時にリカバリーできなくなっちゃうから、こう油断して侵入してくる敵が見れたらラッキーみたいな。ニュアンスわかります？リスクを課さずに偵察できたらいいなってことだよね。じゃあ中央にエイム置いておくか。よろしくねー。まあ安全圏からちょっとずつ詰めてみますかねー。とにかく南東の丘と敵陣付近の敵からは狙われないってのが前提条件だね。見つけない見つからないっと。よしもう一個詰めるか。あいたいた、君みたいのが来ると思ってたんだよ。ダブルブッシュで撃たせてもらうぜ。どうやらさっきからエイムの絞りが甘いな。私がせっかちさんみたいだ。代わりに倒しておいたぜ。ナイスナイス、ルーデルさんをそこに配置して正解だったね。お、ここで味方さんたち、南東の丘を取り戻しに詰めてくれてるじゃないか。それじゃあ私も、南東の丘の支援をしていきますかね。自分はまだここにいた方がいいかな。そこにいてほしいな。ワンチャン敵陣付近にまで偵察が届きそうなあたりに陣取るつもりだから、もしかしたら敵陣から南東に発砲して隠蔽が低下した敵が見えるかもしれないって思ってて。なるほど、そういう形で動いていくんか。了解した。アブーらしく見えてるじゃん。対応しますよ。おナイスドルロックさん、これなら完全に自分が自由に動けるぜ。よしよし、あとは慎重に頑張ってくれ味方くんたち。さてこれで怖いのは、敵のさっきのスコルピオン G みたいに中央から南東の丘に向かった敵がいたら困るってやつだ。そういう敵がいないか探していきたいところだが、うわマジか、言ってた通りにもうなってるし。さすがだなレオパルト PTA、 私が思う最悪なシナリオで立ち回ってくれてるじゃんよ。あっぱれ恐れ入った。あっそう、南東の丘取り戻しは失敗か。いやさせないぜ。オードルロックさんナイスナイス、これで南東戦線は仕切り直しだね。こっちが北西を陣取れてる分、こっちにアドバンテージが回ってきたな。今のうちにもう一個前に詰めておくね。私も南東の丘側に向かっておきますね。了解、中央の湿地に潜り込んで敵陣あたりの敵を偵察していってあげたいところだな。カレリアはやっぱり最後まで気が抜けないからね。ここからが正念場だな。S1 だ。あ、こっちから車線が通せる。お、ナイスナイス。ただ自分からは車線通せないな。こっちからもダメだわ。私からも車線通せなくなった。あれはスポット取れなさそうだな。後回しっと。さて問題はまだ見えていない方の S1 くんとチャリオティアの位置だけども。
見えないか。しっかり茂みかぶってるのか、岩の裏なのか、遠巻きに探すのはちょっと無理があるな。見えた、S1 処理してくれー。オッケー、狙う。あ、ルーデルさん、それ、あえて 15m ルール使わずにバレるように撃てます？あ、できるけど。ナイスー。おう、もちろんバレちまったけど。いや、それでいいんだよ、車線だけ切っておいて。おうよ。で、多分ルーデルさんがバレたから、敵のチャリオペアだったりもシールなら S1 だったりが、ルーデルさんを弟前に乗り出してくると思うんだよねー。あー、なるほどねー。俺はフリエサってわけか。そういうこと。間に私が入ることで、前に出てきた駆逐戦車たちは私が一方的に見つけられると思うんだよね。だからそこを叩いてくださいな。オッケー、大物釣りの時間だぜ。あー、ほら、いたいた。お、ほんとだ。面白い作戦だねー。はい、ナイスー。やっぱり偵察が一番やってて楽しいな。俺はでっかいダメージ出せてて楽しいけどね。ウィンウィンの関係じゃな。ってことで試合時間もないし詰めましょう。あとは力押し、囲んで倒すだけだぜ。オッケー、まずは自走砲から。あ、S1 も向こうで見えてるのか。それならなおさら囲んで終わりだぜ。手当たらねえ。そう、読みと偵察は完璧なのにな。今日の私の狙撃は下手っぴすぎる。せっかちがすぎるようだ。おっと、待て待て、ちょっと意外と最後まで手こずってるじゃん。横で、スタイルさん、私北東側から進んでるんで、南東から挟み込んでくれますか。あいあい。アジ双方、いや、あれはルーデルさんに任せます。了解。IS はこっちでやります。あっと S1、 おっと、あの自走砲は私でやっておかないとダメかな。制限時間的に先に対応しよう。車線切られたか。それなら S1 を。ちょっと今日もうダメダメ。全狙撃力申し訳ないけど、ドルロックさん、 S1 はこっちで釣っておくんで、自走砲だけ対処してくだせー。了解。いやー、試合を読む力は抜群に冴えてたって実感はあるんだけどなー。マジで射撃力がダメダメだったなー。まあ、いろいろありましたが、結果的には試合の主導権を譲らずに正体で掌握していけた面白い戦いでしたね。昨今のアップデートで登場員のスキルがいろいろ改変したので、そっちの話に触れていきたいところではあるのですが、ちょっと現在落ち着いてゲームができる環境ではないので、もうしばらくは触れずに実況を進めていきたいと思います。登場員の話はもう少し待っていてくださいな。ではでは。キノコたっぷりキノコ。よければ2位の D1 スタイルズのチャンネル登録、感想などのコメント、高評価の持ちをお待ちしております。また妹の自分のチャンネルでもワールドオブタンクスの動画を投稿しているので、ぜひ遊びに来てください。以上、 D1 スタイルズの妹マッシュルームでした。